看板の裏に生ビール399、おばちゃんにピックアップしてもらって、今だってここの通りはまさにロケ地、あのね、なぎのおいとまっていうドラマのロケ地がこの商店街らしいです。ということで、はい、この3つが当たりましたね。これがベジータとレグ、これなんだっけ、これセルで、これがスーパーサイヤ人2のご飯です。じゃあ開けていこうか。はい、じゃあまずベジータを開けてみましょう。すごいね、今こんなクオリティが高い。ほらかっこいいな、ベジータ。はい、じゃあゴーくんはセル。お、セルもかっけー。見て、うん、見てようだ。足だね。まずこれじゃない、これすごいのよ。このズボンのね、破けとかもね、すごい。ゴーは一人でセルを作ってます。オッケー、見せて。これをね、この足をまずね、ここに行くわ。結構硬いよ。なんでセル入れてくれないの？セルはいらん。かっこいい。見て、ご飯のこのね、ズボンの破けてるとことかが忠実に再現されております。かっこいい。ベジータが初めてスーパーサイヤ人2になった時だね。このちょっといつもよりもバフな感じ、かっこいいね。で、完全体のパーフェクトセルですね。かっこいい。よかったね、レイ。よかったね。レイはどれが一番好きなの？これとこれ。かっこいい。ゴーはセル？おっきいね。セルはカメハメハ打つんだよね。で、今回のがバンダイの HG ドラゴンボールスーパー05、恐怖のセルゲーム編っていうことは1から4もあるってことない？でもさ、セルゲーム編でセルが当たったのすごくない？すごいね、確かに。悟空じゃなくてよかったかも、顔の完成度的に。セルは当たりだよね。でもベジータかっこいいね。ベジータめっちゃかっこいい。で、ベジータがね、ブルーがあったん、実は。これも欲しいよね。ね、ベジータ見たい。ということで、今回は05、かぶりなしでゲットできましたね。かっこいいけど、すごいね。300円のクオリティじゃない。おー、でもなんか目がでかいな、そのセル。すげえ怖いよ。あ、ほら SL のお顔が出てる。あ、これ誰の顔だ？あ、ほらアンコラ、ここにもいた。ベジータが立たん。そうなん。ベジータのためなんじゃないの、もしかして。あ、全部3つあるよ。ほら。あ、すごい。ようわかったね。あ、しかもこれうちにないやつじゃん。ないよ。やけんこれ買ったんよ。これずっと久しぶりね。できたじゃん。セールマンできたじゃん。うわー、なんじゃこりゃ。いいね、出せる？嘘も出ないし、重いよ。うわー、大きい。で、怖い、それで落としたらさ、バンって言ってさ、見て、これ何？スイカだ。無理。スイカ食べたいの？じゃあ少し割ってさ。無理、ちょっとゴミがいいの？うわー、綺麗。キンがこれでさ、ヒカキンがこれでね、なんかゼリー作ってたよね、多分。すごいスイカの匂いがする。スイカ。僕スイカは英語でなんていうか知ってる？Watermelon。Water。そう。Melon。Watermelon。上手。ちょっと難しい。うん。全然違う。おや。レイくんお兄ちゃんだね。ね。食べてる。美味しいって言ってる。もっとちょうだいって。上手よレイ。嬉しいね。どかわいいなお前ら二人。やったー。嬉しそうだね。レイくんひなちゃん笑ってるよ。喜んでるよ。あら。あららら。たまちゃん？うん。でかっ。たまちゃんとあきちゃん。バイバイ。またね。また来るね。タッチしてきた。あれもバイバイ。あれもバイバイ。これもバイバイ。よかったね。でこのあれでしょ？うん。ユギの。なぎのなんとか。なぎのらしいです。おばちゃん待ってるから行こう。マスク取れば。もう上手。すごい量だ。上手。